はい、どうもマモチです。よろしくお願いします。栄冠ナインやっていきましょう。前々回、新入生の名前募集しました。で、いっぱいコメントありがとうございます。春終わり次第、新入生迎え入れて、その次の動画でね、反映させていきたいと思います。今日は、前評判し準々決勝頑張りましょう。準の文字をまず一つずつ消していきましょう。よし、頑張りますか。で、今日の動画から、取りだめして夏の県大会終了まで取りたいと思ってます。どんな形で県大会が終わるか分かんないんですけど、そこまで取りだめします。11月の10日からね、ちょっと入院をしなきゃいけないんで、はい、その前のね準備とかもあるし、入院中の分も含め、ちょっと取りだめします。よろしくお願いします。どうしますか。花咲行きますか。花咲行こうか。四万十、花咲で行きます。あ、ウミンチュ調子悪い。お褒め使えばよかった。知らんかった。問題ないかな。全体的に調子はいいね。よし、頑張ります。お、4番松井くんは、あの松井くんかな。ってことは俺前やってる学校か？ここ相手は。あんまり記憶いらないけども。頑張りましょう。いやー、優勝したいね。今日が終わればベスト4が決まるということになります。準々決勝、準決勝、決勝、あと3回、3回勝とう。3回勝てばいいんだ。沖縄代表西の横綱桜、三塁側石川代表、お願いします。万内の拍手に送られて守りに散っていきました。よし、あ、違う松井くん意外性のあるチームかな。大展開で迎える点は取られてしまったが、ランナー一塁という場面でバッターは新2年生チェック花咲。マウンド上ピッチャーはピンチ B か、ピンチ B か。いや、ピッチャーはそんなんでもないよ。なんとかなるかもよ。なんとかするよ。肩が E で送球 C か。秀樹さんぽいかな。秀樹さんぽいかな。いろんなところに秀樹さんいるね。秀樹さんだよね。今の秀樹さんでいいと思うんだよな。まあ俺も松井選手のこと秀樹さんなんて呼んだことは一度もないんだけど一度もないんだけどね。一度もないんだ。あ、俺やってるわ。外野手の百瀬くんなんかちょっと記憶にあるんだよな。やってると思う。頑張ります。ランナー誰だ。柳か。どうしよっかな。引っ張りたいけども、なんか普通に流しでヒットが出そうな気がする。投げました。初球空振り。頑張ろう花咲、頑張れ。第2球頭空振り。バッター追い込まれました。いや、流しでいきます。第3球を投げました。アウトコース攻め、外れてボール。カウントはワンボールツーストライクです。投げました。流し打ち、どうだ。サードゴロ、ゲッツーになるか。セカンドフォースアウト。これで2アウト。いやー、厳しかったね。ランナーは1塁変わりません。よし、追いついた。よくやった。誰だ、誰か。ソロホームランか、これは。柳ぐらい。柳だ、すごいね。強振に行ってみますか。第9ちょっと三浦君がね、どんな失点の仕方をしたか分かんないけども、とりあえず踏ん張れてて大丈夫だ。よかった。投げました。もうカウントワンボール。頑張ろう頑張ろう。第3球を投げました。シュート見送って、ミートの引っ張りで。次が4球目。投げた。打った。どうだ。ダメだ。掴みました。うまい。これで2アウト。ランナーあります。守備ノーアウト2塁か。負け越しのピンチを迎えました。ノーアウトランナー2塁という場面で
バッターは新2年生福岡。マウンド上は島国の速球王三浦。234といくわけだから伝令助言使おう。セカンドランナー、よし。第2球投げた。おわ、バントか。ファール。いや、第3球を投げた。もうカウントは2ボール1。頑張れ。次が4球目投げた。打ちました。ライト線ぐーっと打球が上がってきますが取りました。よし、オッケー。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。戸田くん、もう一度外角できますか。外角で1球投げた。パームはボール。とりあえず三浦くん、ここ乗り切ってくれれば。外角に送ってストライク。あとは甲子園で謎に発揮されるうちの攻撃力で投げました。インコースのボール左。よし、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。徹底して低めが歩かせようかな。どうしようかな。秀樹さんということを考えたら歩かせるのもねあれなんだけど、ちょっと勝負したいな、勝負したいな。第9ボール。まあ三浦くんは別に中身があの三浦選手ではないけども、番長ではないけども、三浦くん対松井くんを見たいね。第3球を投げました。外角低めボール。カウントは2ボール1ストライク。頑張れ。第4球を投げました。打った、これ強烈、入れば勝ち越しだ。打球はそのまま上がっていく。ライトに送った、ホームラン、ツーランホームラン。すごいね、すごい。ストレート。気にすることはね。さくら、ここはなんとか追いつきたい。ツーアウトランナー2塁という場面で、究極の思考を使って、究極の思考が解き放たれ、流しでいこうか。広角持ち。第9投げました。ストライク。まずは見送りました。投球これから2球目決まって、ストライク。なんかあれだな、打たれてはしまったけど意外と悪くねえなと思ってるな。第3球思えるな。インコース。おお、追加点のピンチを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で、バッターは新2年生福岡。外れた、ボール。三浦君頑張って投げました。ボール。カウントは2ボールノーストライクです。第3球を投げた。見送ってボール。カウント3ボールノーストライク。いけるよ、大丈夫。次が4球目投げた。インコース外れてフォアボール。ストレートのフォアボール。バッターは新3年生戸田。今日はここまで3打数ノーヒット。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。投げた、初球カウントボール、空振り。次松井君に回ったら俺は歩かせるぞ。第2球、このボールも空振り。これで追い込みました。さっきとは違うぞ。さっきとは違うぞ。投げた、打ちました。岡交代、ライト選手。やべえ、二塁ランナーそのままホームへ向かった。ボールは中継。金沢1点入りました。4対1。今日3打数3安打の松井。さあここは勝負するか、それとも満塁策を取るか。投げた、もう1球。ここ歩かせよ。バッターはしキャッチャータイム。さあ三浦君踏ん張る時。決めてきました。第2球投げました。ストライク。よし、これで追い込みました。ここは踏ん張るとこ。第3球を外れた、ボール。カウント1ボール2ストライク。3点差ぐらいどうにかする、どうにかなる。肩越しにランナー見た。投げました、低め外れてボール。平行カウント。頑張れ。次が5球目打ちました。ファーストゴロ、ゲッツーになるか。よし、オッケー、アウト。よし、オッケー、スリーアウトチェンジ。最後はバックに助けられました。
さあここは守備を変えてくるようです。さあまず塁に出よう、お祭り音を9回裏で使えるんだな、あるいはその前に使えるのか。いやチャンスメイクつくんだよな、そもそも持ってんのか、そもそもチャンスメーカー持ちか。使わない、使わない、打たせる、普通に打たせる、打てる、投げました、ボール。まずは外角低め、まず花咲が塁に出ること。投球これから2球目、内角高め、よしよ、スライダーは外れてボール、カウントは2ボールノーストライクです。まず塁出よう、投げました、ストレートはよし、カウントは3ボール。第4球を投げた、ストレートはストライク。まず塁に出ること、頑張れ。次は5球目、投げた、打った、ファーストマシン抜けないか、菅原1塁です。ワンアウト1塁、さくら追う展開で迎える7回です。三浦君お疲れ様、1塁という場面でバッターは新3年生代打三浦玉木、バッターは代打玉木。さあラッキーボーイの本領を発揮することができるか。第9、1塁ランナー出た、2塁送球はどうだ、盗塁成功、よし、さくら重要な場面で盗塁を決めてきました。引っ張りでいく、レベル高いもんチョイスする。第2球、2球目ストライク、バッター追い込まれました。頑張れ玉木、なんとか出ろ、なんとか出ろ。第3球は見送ってボール、大きく外れました、カウント1ボール。なんとか打ってくれ、なんとか打ってくれ。投げた、危ない球、投球これから5球目、打った、よし、OK、ナイバッチ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 、レフト前クリーンヒット、ボールが点で100点、ここからよ、ここから。サンナなおもチャンスが続きます。さあやべ、調子いいよ。今日はセカンドゴロとサードゴロ、どうしようかな、レベル1でも流しか引っ張りか。いや1は使いにくいべ、引っ張りだべ。第9投げた、もうあやべ、毎試合ヒット打ってるから、ここで持てるから。投球これから2球目、もう完全なボール球。いやこんな風にチャンス続く感じだったらな。投げた、オッケー、ナイバッチ、お祭り男使ってみんなチャンス A にしといてもよかったな。ナイバッチ、さらに1点を返しました。ワンアウトランナー2塁という場面で大きい、この後に控えているのは転がす3か。さあ持ち前のクセモノぶりを発揮するのか。けど引っ張りでいいんじゃないか。第9ストライク、進塁はさせることできると思う。第2球投げました、スライダーボール、頑張れ、カウント1ボール1ストライク。ここで第3球を投げました、打っちゃおう、OK、ライトの頭の上越えるか、ライトバック、ナイバッチ、ヒットになった、ボールは中継、早い、素晴らしい。OK、タイムリースリーベース。サクラなおもチャンスが続いています。ワンアウトランナー三塁となります。サーブル。サクラ最悪でも犠牲フライが欲しいところ。犠牲フライ1か、そっか。流しでいきますか。強振流し。もう完全なボールが。追い込まれたらミート。第2球投げました。2球目空振り。第3球を投げました、よっしゃ、OK、打球はレフトの左へ、ナイバッチ、ボールは中継へ、サクラここで勝ちました、5対4、ワンアウトランナー2塁となりました。シシド使えるもん、ガンガン使おう、背中に受けてやる気もみなぎります。第9ボール、シーサー頑張って、投球これから2球目、決まってストライク、追い込まれたらミート、シーサー頑張れ。第3球を投げました、3球目ストライク、バッター追い込まれました、第4球を投げた、打ちました、1、2塁間の打球ベースカバーが入る、内山取ってアウト、サクラなおもチャンスが続きます。
おかわりくん打とう、一発ぶちかまそう。ここで初球外れても一球外してきました。ここで一発出れば天才以上のダメージが向こうに行くと思う。投球は3球目、もうはっきりしたボール球、カウントは3ボールノーストライク。第4球を投げた、空振り、いかねえかな。サードランナーちらっと見た、投げた、打ちました、いい当たり、ナイマッチ、オッケー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 、サードランナー追加、素晴らしい。あ、そっか、おかわり君その状態でチャンス B だもん。初安打、内山、ここまで2安打の柳、第9投げたストライク、いやエンドライン行ってもよかったな、初球ストライク入んだったら。迷っちゃったんだよね、第2球投げました、決まった、迷ってるうちはいかない方がいいもんね、エンドランは。セカンドランナーちらっと見た、合わせたバッティング、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。7回の裏が金沢追う展開で迎える8回です。ツーアウトランナー、与那国なめんなよ。バッターは新3年生菅原、第9投げました、決まった、ストライク1球目空振りから投げました、これも空振り、これで追い込みました。第3球を投げました、打った、当たりだ、レフトへ行った、あやべ、レフトバックしていった、ヒット、打ったバッターは1塁蹴って2塁へ。じゃあね、その部分の守備はちょっと待てよ、2アウトランナー2塁となりました。宮下、今日はここまで4打数2安打1三振。またよし、一回入れちゃうか、もうそれか、入り表ショートに入れて花咲外野持っていくか。いやー、今な、綾部の攻撃力失うのちょっと勇気いるんだよな。いや大丈夫、このままいく、このままいく、シンプルに抑えるさ、与那国が。なんだってリリーフエースだぜ、うちの初球空振り、頑張れ。さあ次の投球、高速スライダー、ボール、カウントはワンボールワンストライク、いけるぞ。投球はこれから3球目、ボール、カウントはツーボールワンストライクです、いける。投球これから4球目、打ちました、打球はセカンド、よし、アウト、K、スリーアウトチェンジ。与那国8回の裏、佐久攻撃に入ります。トップバッターは花咲、今日はここまで3打数ノーヒット、ノーヒットか。第9、いやー、そんな風に終わるタイプではないべ、花咲は1本ぐらい出るべ。第2球投げた、低めの球、頑張れ花咲、なんとか1本。第3球を投げた、ストライク、頑張れ。第4球を投げた、カットボールはボー、カウントはツーボール、頑張れ。投げた、打った、1、2塁間のゴロ、ファースト強襲、よし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 、 OK、 ナバッチ、いいバッティングを見せました、今日初めてのヒットになりました。左バッターボックスには平く、今日4番バッターボックス、使う意味はないよな、今日使うさあ、究極の思考が今解き放たれようとしています。転がせ、第9投げました、ストレートはボール、一塁牽制球を送ります、タッチはセーフ、投げました、ボール、日高何とかしようし、ちょっと与那国には変えないから、カウントは2ボールノーストライクです、投げました、打ちました、ナバッチ、あっとこいつ、おし、 OK、うわ、これはすごいやりやすい、ナイスバッティングです、初安打、ノーアウトランナー二塁三塁、与那国いくよ、与那国、第9初球空振り、打ってこい与那国、第2球投げました、見送ってボール、外れてワンボールワンストライク、第3球を投げました、ストレートはボール、なんか結果残しそうな気するわ、打席でも。
サードランナーちらってみた。投げた。打ちました。バックホーム体勢の間。おお。どんまい。これでワンアウト。ランナーは二塁三塁か。綾部を残した意味を。流しにいいか。引っ張りでいくか。第9投げた。もう。綾部を残した意味がここで生きるはず。打った。第3球カットボールに振ってスライク。綾部頑張れ、綾部頑張れ。次は4球目。よし、レフト交代。ナイマッチ、よく仕事した。初球ストライク、いや来るよ来るよ、初球ストライク行って狙い通り。すごいよくできてるもの。流し5でいきますか。第9投げた。ライブ2つ目見送ってストライク。まずは見送りました。海道頑張れ。第2球投げた。それ頑張れ。追い込んでから投げた。完全に外れた。ほう、あ、これは完全なボールだな。カウント1ボール2ストライク。次は4球目。ボール。いいよ。外れました。カウントは2ボール2ストライク。何度かシーサーに繋ごう。投げました。打った流し打ち。よし、オッケー。待ってください。カットボールとなってストライク。思い切って振っていきました。ちょっと強振流し通そうか。第2球、2球目ストライク。いける気がするんだ。第3球を投げました。1つは、うわー怖い。頑張れ。ワンボール2ストライク。投球これから4球目。アウトロー。いやー見るね。これは完全なボール球。カウントは2ボール2ストライク。投げました。うわ危ねえ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 。おかわりくん打とう打とう。ここでここで打とう。第9投げました。ボール。なんかここで打てばなんか満塁なんか特殊能力つきそうな気するじゃない。打とうや。サードランナーちらってみた。投げました。3球目ストレッグ。強振で追い込まれました。第4球を投げた。打ちました。痛烈。伸びた。伸びていった。マイマッチ。今俺あれだからね、罰をしたのはミートに切り替えようと思ったわけじゃないからね。もう教師でつなぐこと思ってたから。マイマッチ、マイマッチ。おかわりくん、もうまだ攻撃が止まない。リードで迎える8回です。ツーアウトランナー一塁という場面でバッターは新2年生花咲。今日はここまで4打数1安打。両表ピンチヒッターは入内島。ひどい名前してたな。入内島って言われてたな。本領を発揮してほしい。第9ランナースタート。投球ストライク。キャッチャー二塁送球。おい、ランナーが二塁に進んでいます。まあ分かってると思うけど狙っちゃいねえよ。第2球狙っちゃいねえよ今のは。第3球を投げた。インロールを振ってストライク。そのスローカーブすごいな。第4球を投げた。打ちました。三遊間の当たり。やばい。ナイッチ。入り内島ナイスバッティングです。サクナ、なおもチャンスが続きます。さあ日高と第9アウトコース低め。スローカーどうせだったあれだな、与那国まで回し代打出したいな。投球は3球目。投げました。打ちました。1、2塁間だ。ナイバッチ抜いていった。ボールは中継。サンナさらに1点追加。13対4。ツーアウトランナー1塁に。与那国お疲れ様。与那国さあ持ち前のファイトが前面に出てきました。どうしよっか。佐藤又吉どっち行くか。
佐藤くんの打撃見ましょうか。代打は佐藤、熱血、持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。ランド1か。第9ランナースタートを切った、打ちました、ヒットエンドラン、センター交代、掴んでこれで3アウト。やっぱ弾道1の時点でちょっときついもんがあったのかな。8回の裏が終わり、出たい人、氷室、はい、さくらピッチャー、さあいよいよ最終回、先頭バッターは福岡、又吉、入りを持って日高、柳、大丈夫だね。さあここは守備を変えてくる、盛り上げる、1打席か、これは松井くんに使いたいかな。第9外れた、ボール、頑張ろう。第2球投げました、打った、アルボール。第3球を投げました、膝元、外れてボール、カウントは2ボール1ストライク、投げました、4球目からチェープ、頑張れ。第5球投げました、打ちました、いい当たり、ライト方向へ持っていきました、うまい、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません、バッターは新3年生戸田。第9投げた、見送ってストライク、いやいいね。第2球投げた、インハイ、ストレートは外れて、もう頑張って、カウントはワンボールワンストライクです。投げた、完全に外れた、ボール、完全なボール球、カウントは2ボール1ストライク。ヒムロー打ちました、ファースト右へのいいねいいね。そのままベースに入って2アウト、バッターは新2年生松井さくら、ここは何としても抑えたい場面。いやー、臭いところだとボールになっちゃうのかな。この打席は抑えて終わりたいんだよね。第9投げた、初球よし、とそう、落としてみようか、臭いところで。第2球投げました、ボール、カウントワンボールワンストライク、勝負には勝ったけど松井君にはやられたって感じになっちゃうもんね。第3球を投げました、打ちました、一塁線切れてファール。第4球はごめんごめん松井君ごめん、まさかの精密機械使ってスライダーでデッドボールと思わなかったな。第9内角へストライク、変化球に切れがあります。いや、松井君は結局全打席出塁か、見送ってストライク、すごかったね。俺の予想ね、あの松井君はね、将来スターになるよ。やりました、準決勝進出です。春の甲子園大会準々決勝戦を勝利、ベスト4進出、あざした。ギラギラ眩しいマイフレンズ、ほのかに香る春のフレーバー、虫けらみたいな俺たちのドキュッキの未来掴み取れ、ときめくときめけときめけば、さくらここ、イエーイ。いやー、なんかやってて名門の余裕みたいなのがあった気がした。あ、ごめん、成績見忘れた。岡プルヒッター、素晴らしい。あ、シーサー守備力70位ですね。花咲パワー65、いいんじゃないか。お、綾部勝った50か。あ、これで守備面は D 並びになったのかな、おそらく綾部は。あ、氷室いいね、スライダーが7いきましたね。玉木ミート70、
いや今日活躍したね玉木ね、よかったね。ミートしか上げてない選手だからさ、そこはちょっと不安だったけど、まあ代打の切り札になってくれれば。さあ準決、せーのドン、前評判 B、 南でいいのかな、南でいいのかな、わかんねえ、読み方が南だと思うんだけどな。あ、そういえば俺お米持ってなかったっけ、なんか待って、機材は、あ、壊れそう、俺メンテナンスキット持ってたよね、待ってメンテナンスキットとお米は、お米、あ、2個持ってる、とりあえずこの2個使うとして、土もちょっと買っとくか、はい、え、ちょっと待って、メンテナンスヒットってどこだっけ、その他だっけ、あ、2個持ってんだ、2個持ってんのか、じゃあもう1個土買っときます、やめる、海地区の知名度、はい、南のスピードスター素晴らしい、アイテムでまずメンテナンスキット、はい、お米使いましょう、はい、他は使いたい人、花咲、よし、じゃあ、今回ここで終わりますか、あと1進めようか、はい、明日準決頑張りましょう、なんかすげえ強そうな気する、おそらく今日の試合みたいな余裕はないでしょう、ないでしょう、頑張ります、よし終わりますか、明日準決頑張っていきます、そんじゃ終わります、バイバイ。